その芝原へ杉を植えることを笑った者は決して平次だけではありませんでした。あんなところに杉など育つものでもない、そこは硬い粘土なんだ、やっぱりバカはバカだとみんなが言っておりました。それは全くその通りでした。杉は5年までは緑色の芯がまっすぐに空の方へ伸びていきましたが、もうそれからはだんだん頭が丸く変わって、7年目も8年目もやっぱり竹が9尺ぐらいでした。ある朝、拳銃が林の前に立っていますと、一人の百姓が冗談に言いました。おーい、拳銃、あの杉や